さあ始まりましたが、はい、何やらいつもとは景色が違いますね、うん、そうですね、見慣れない景色の中、完全にもうなんか普通の壁なんてそうですね、見慣れないと言いつつただの壁なんてね景色もなんもないですよさあ今日はどこに来てますか、はい、我々、はい、我々本日お邪魔しているのが、はい、メガコンコルド555西尾店さんでございます。お、愛知県にやってまいりました、はい、ついに上昇軍団が愛知にまで、愛知を侵食しにねやってまいりましたよ。ちょっと待ってください、上昇軍団が見えてないとか来てます、ね、ちゃんと来てますから、ほら大丈夫ですね、来てますよ、ちゃんとね、これで、はい、前回が、大変な目に遭いましたね、リノでさ、スーパーリノでさ、はい、新しい年をね迎えましたね。あれということは、うん、あれこれ2022年か、まあ、収録自体はね、はい、2021年なんですけど、新たな気持ちで臨んでいこうということで、はい、すごいですね。え、あの展開からそれを言えるっていうのがやっぱすごいです新たな気持ちになれます。時間の経過って大事だよ。大事ですね、うん、忘れさせてくれますからね。さあリクエストもう台は取ってるんですよ、はい、台は取ってて、それがリクエストに、ね、はい、応じて取ってるんで、それをちょっと発表してください、はい、では読ませていただきます。野菜ライフさんから。野菜ライフさん、野菜ありがとうございます。生活ってことだそういうことですよね、多分ね。確かに苦手な番長3を打っているのが良かったです、はい、なのでリクエストです。2人が苦手な騎士を諦めず前向きに打ってほしいですということなんですけど、これを取った騎士体現するのが、はい、ゴーエモンです。苦手ですか。好きなんですよ、はい、好きなんですけど絶対出ないんであいつ、マジで。そんなに出したことは、じゃあ何、一回ね5000枚に迫るぐらいで玉出したことあるんですけど、え、結構打ってんのにそれが最高かな。一回なんですか。一回あと3000枚クラスも出したことあるかどうか微妙です。そんなに出したことなかったんですね、すごい意外でした。いや、いっぱい引いてんすよ、あのフリーズとかは。フリーズ引いて500枚ぐらいだとデフォルトですから。すっごい怖いんですけど大丈夫かな。ただ出したい、わかります気持ちは。あんまでもあれでしょ、イメージないけど、私あの初打ちで、リセットかかってる台を日頃確定の天井まで連れてかれまして、お兄さん99でしたっけ行って、そうね、日頃が確定したんですけど、そこまで行って260ゲームぐらいしか乗らなくて、はいはいはい、5、6万負けたんですよ初打ちで、はい、そこから全然打ってなくて、ただ高設定っぽい台を1回だけ打ったことがあって、その時だけですかね、3000枚ぐらい出ました。2回高設定を打ってる。そうです。でもまあそんなにやれるイメージはないと。ないですよ、だってないじゃないですかハードルが高いんですもん、だってあれなんであんな出ないんだろうね、わかんないです。で、周りにそのゴエモン打ってる人ってマリモさんしか私いないんで、好きは好きなんですもんね。多分5号機の中でもしかしたらトップ5ぐらいに入るぐらい好きですよ。嘘だ。だいや本当にゲーム性ピカイチだから。いや、まあまあ確かに面白いですよ。でこれで勝てたら、はい、上昇軍団としての箔がもう一個つくかなとも思う。つきますかね。だって勝てねえんだから、あれ確かに誰が打っても勝てないもんね。そうあれで上昇してる人がいないんだから。見たことないです。あ、しかももう設定的にもね、さすがにちょっとやっぱメイン機種に比べたら厳しそうじゃないですか。ないでしょうね、その中でやれたら、はい、でもどうします、じゃあ今日の目標一応立てときましょう。あ、試しに。ね、そうだな、いけそうな、いけそうだけどちょっとハードルあるよぐらいので選んでいただける。そうね、1人200枚プラス。うわ、すごい低いいや、それぐらいしとかないと超えらんないんですよ。まあまあそうですね200枚。いや、じゃあ、いや、だって聖夜の2000枚ぐらいだよ、だから200枚、ゴーヤムの200枚。そんなに厳しいんですか。厳しいで、ね、そこクリアできそうだったら、はい、新しい目標立てましょう。そうしましょう、はい、はい、ということで今日は、苦手機種ゴーヤムです。これをなんと克服していきたいと思いますので、最後までお付き合いください。では行ってきます。行きます。じゃあ今まで散々三重湯を伸ばされてきましたけれども、はい、ちょっと今日でいい思い出を作って有終の美を飾りましょう、はい、行ってまいります。行きましょう。有終の美か、任せてください。僕はあのシステムだけは人一倍詳しくなったんで。なのにあんまり出したことがないでもそういうもんですよね。出したことがないというか多分出ないんだよ、うん、
誰が打っても誰が打ってもあんまり結局あれですよね、ポイント低めのところから当選したら高設定の可能性あるよっていう、まあでも現実的に4連投からかな、3連投で当たることはかなり高設定でも、まあ、4連投でもまれだけど、そうですね、あんまりないですよ、高設定でも。あ、早く幸先いいじゃない、これが大体重複するんで、ここはもういきなり6連投チャンス。私その後期到来が下手なんですよ、はい、RB そう引けないです、いやーちょっとシャチホコはいらねえんだ、シャチホコはやっぱね、愛知県なんでシャチホコ多めに出ちゃいますよそんな効果あんのかよ、いやありますよ、愛知効果あります、愛知で打たない方がいいな、この台早いっすって、ちょっと待ってください、連投は途切れる、え、いやまずい、マリモさん、いや途切れたよ、おいマリモさんただここでもったいな、結局これの連続じゃないですか、なんかここで引けたらどの方のあと1ゲーム早ければを一生繰り返すんで、ただそれがハマった時ですよ、やっぱ気持ちいいのがさ、あこれ多分るほらハマり始めましたよ、ほらさあ3連投で、あでも7回目とかだったかな、もしかしたら、でも朝一はあれか、あれ朝一の連投天井って何だったっけ、あれダメか、納豆行かず、私の腕じゃん2回までな、おい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 、2ポイント取ってたの、あなた3ポイント取ってたの、いいじゃない、よしよし、おおすごい楽しいんですけど今 大チャンスじゃん、今降格だからプラスポイントサービス、なるほど、プラスポイントサービス中、そういうことか、夜桜行くともうすごい超プラスポイントサービスだから、夜桜も私過去に1回2回ぐらいしか行ったことないです、夜桜めったに行かないです、夜桜いっぱい行くだよ、高設定だから、そうです5連投、いやそこは生かしたい、下手なんですよこの後期到来が、シャチホコ惜しい惜しい、本当に当たってちょうだいな、5連投でシャチホコがね邪魔しちゃいます、 20% ぐらい、20%下の方だってこんなもんじゃないか、え、すごい脱刀ね、最初からあれだよ、あのキャラめっちゃ消えてるパターンとかある、見たことないんですけど、もう押してみな、もしかしたら、あ普通だねあ、来た、あすごい、でもこの間並び打ちして分かりましたけど、はい、本当に打ち込んでるんですねゲーム数だけはよく回してます、はい、なかなか声も受けて、この第一ステージの出目でおっっていう人いないんですよ並び打ちしたことないもんね、この機種ないです、初めてですよ、2台並んでることがないからさ、まず当時から別に誰も興味持ってくれなかったダメそうですよ、今回、おお、うん、ダメだ、全ゾロではなかった、こっからだとキャラが見えないからさ、あ、見えてないんですか、こっからあんま見えないんですよ、開示画面は、誰かなと思って、チャッキー激似の人です、いけるんじゃない、頑張れ頑張れ、チャンスアップないんですけど、どうよ、これだある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 、うん、88ゲームしか回してないの心折れそうです、今のが6連投で行ってたら勝ってて、そうですね、多分だから一応ね、分かりやすい、6が分かりやすいからという理由で
出るか出ないか知らないよ、出るか出ないか知んないけど、後輩のねプロと言われる子がイベントの時にこれ狙ってた。わかります、はいはい、あそこ五右衛門確か6台ぐらい並びであるんですよね。でたまに前台とかやってますけど、そこぐらいしか宝石で使ってない、見たことない。これあとあれかな、が、うん、多分前台やってる日に行って、はい、なぜかその日はスナイパー打ってしまった。なんでだろう、全然違う。でめっちゃ後ろで出てる、いやめっちゃ嘘だね、こんなに出るなんて信じられないっていうぐらいちょっと出てた。ちょっとちょっと待ってください、こんなに出てるなんて信じられないぐらいちょっと出てる、ちょっと出てる。新しい言葉だな、なんだっけな、ちょっと昔の画像を検索しますわ。初打ちの時の鬼祭何個かまってたのか思い出せないんだよな。鬼祭なあ、出てきた、見て驚くなかれ、60個。それは結構記録ですよ。で私さっきオープニングで乗ったゲーム数200ちょっとって言ったんですけど、ちょっと見てみますね、何ゲーム乗ったか。あ、間違ってなかったですね、こんな下手な人いるのかって。60で260ゲームですよ。でもね、だから出ないんです。いやもうね、本当そう、多分あんまり珍しくないないですか、もしかしたら。風が強いぜ。なるほど、おまたタイガめでたいが、これよくわかんないんで意味が、はい、あのめでたいついてるくせにだいたいその盗め2個止まってるだけとか2連投だから、ね、徹底したなのかな。えいやこの機種ね、明らかになってない情報が多いんですよ。じゃ調べても出てこない、出てこないです。タイがつく条件とか誰も知らないと思います。今きっと後ろでポチポチしてる、調べてくれてます。でも首かしげてる、本当にない、ゴーエモンタイとかで調べられるのかな。よし、た今日初めての4投です。私5連投2回やってて当たってない。いやだからあれはもう大チャンスよね。そうね、しかもさ、そのこの台ってさ、はい、4連投はじゃあ6連投したら4連投の抽選も受けて5連投の抽選も受けて6連投の抽選も受けるって言われてるんだけど、知らなかったその割には外すんだよ。ですよね。で6連投行った後の盗めは6連投の抽選を重ね引きするっていう、で6連投で盗め盗め盗めって言うと6連投の抽選を4回受けるって言うんだけど、絶対嘘です。その割には外れんだよね。何回もありますもん、そんなの。嘘くせんだよ、いちいち嘘くせんだよ、この。そうですね、言わなきゃいいのに、ね、そう、ずれた、そんなこと言ったから、あらららららあらららら、今の1ゲームずれたら5連投に座ってたのに。沖縄フェスって書いてあった、沖フェス。まあ演出的には熱いけどどうなんだろう。何ですか今内部的に、多分ね一回切れたんだけど、はい、3連とか4連とか育ってるんですよ、またこの娘で。まあ砲塔と半塔は避けたい、あでも半塔だと5の可能性もあるんだな。あ来ない、次回予告が来なかった。何個だと半塔はダメ、クソが。あ、そうなるわな。1ゲーム目に肉好きだらけだね。次産地直産、あ、多分これ当たった。お4投で当たりましたよ、おめでとうございます。あ、はい、上昇。そういえばさ、はい、こうやってなんか胸張ったらさ、はい、意外とあるみたいな。そうなんですよ、あれ何なんですか、どうなってんですか。いつ私がないって言った。本当に俺が薄い薄い言うから、はい、もう全部薄いって。あ、なるほど、こう思われてるんじゃないですか。でもよく言われます、昔から。あれお胸どこに置いてきちゃったのとか言ってくる人いるんですけど、ラオ見てから言ってくる、ラオラオ
さあ、お兄さん何個ですか？7つお目標ゲーム数、どれぐらいにします？そうね、3桁は行きたい。おいいですね、見たい。えい赤松竹梅、はい、あとなんか2種類ぐらいあります。ことぶきと桜だ。ことぶきが一番上だと思う。盗み18番生きざまー、いってらっしゃい。いや超鬼行き、一度でいいから消化してみてんだよな。超鬼行きなんてあるの？超鬼行きってのあるんですよ。ここに超がついてる、こっちだかこっちだか。それやるとどうなるんですか？どうなっちゃう？毎回なるんですか？確かね、鬼行きのループ率が9割超えみたいな、そんな。すごい詳しい。確かそんな感じ。まあ、引いたことないから、あんまり気に記憶にもないんだけど。はい、ただ、ウイチさんがそれやってて、はい、別に出てなかったって。結局出ないじゃない。結局出てない。ここで、はい、シングル、外れ目を4連させると超鬼行きの抽選が行われるのかな、あのナビなしが。皆さん知ってました？出てます、そんな情報。出て、それは出てる。出てます。さあ、ピヨイヨ行くぞ。お願いします。あ、これね、これね、これでリプレイも何も揃わない、うん、この状、これが4連続すると、はい、超鬼行きチャンス。ちゃうと困るってことですね。3連した。ああ、違う、惜しい、チュンなしだった。あ、なるほど、 ST 中にってことですね。その ST の前でも大丈夫だと思うよ、多分。頼む頼む。いやー、42プラス20なんで62からですね。よく乗った方だと思います。あ、でもほら、あの闘神レベルが上がってます、はい、うんうん、松だったからですかね。こういうね、なんかね、よくわかんない謎のね、連投を重ねることがあるんですよ。これもわかんない。ありがとう。お、来た、5連投。え、今のナビでシャチホコだと、ああ、でも6連投だ。これで この後にまたね、はい、娘引くと6連投の抽選を受けられるって言うんだけど、はい、本当かな、本当かなっていう気がする。あー弱い。いやー、ダメか。もう6でダメだったらどうすりゃいい。よし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 、ナイス6連投。大興奮です。楽しいな。なんて楽しいんだろうね。あー6連投ナイス。あー、しかも2回中娘なんで上手です楽しいな、面白いな。ゲーム性はピカイチだよ、マジで。天才的ですよ。あ、来た来た来た。さあさあ、無業対戦だよ。これがまた、これねんだな、これがな、避ける意味を教えてくださいゴーンがお、来た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 。1個うわー、きついな、これ。ここが、ここに娘が止まらないと。冗談社長ごぞろいだ、冗談社長ごぞろい、冗談社長ごとろいだ。あー、あ、それは
やってねダメだ、抑えられないなんだよ、無理ゲーじゃないですかこれひどいよね、これはちょっともう、いや言うの我慢してたんですけど、抑えきれなかった、ね、言葉が出ちゃった、無理ゲー、中の爪止まるかと思ったよ、これちょっとこれやってねえな、おい怖いよ、何これ、あでもほらほらほら、何ですか、あの闘神モード、はい、2から一番下じゃない、なるほど、えそうなんですよ、えあんなに頑張って何もまだ乗ってないっていう怖いですね、そうだ、ゲーム数は減り続けてます、あと23ゲーム何でしたっけ目標、プラス200枚、でもほぼプラスプラスになれば超えてんじゃねえかなっていう、そうですね、あんまり使ったことないですよ私だって無理ゲーって言葉、そういう機種ばっか打ってるもんな、はい、無理ゲーっていう言葉自体も苦手なんです、わかる、言わない人なのに出ちゃう、それぐらい無理なんですよ言うなよ、好きで打ってんだから、まあ、楽しそうなんで良かったです、そうなんだよね、なんか頑張ったなっていうのに対しての見返りがねすごいないんですよ、そうなんです、ただいつかあるんじゃないかっていう、うん、いつかあるんじゃないかで、あの設置期限迎えそうになってしまるく4年ちょっととはいえその毎月の、はい、まあ、月の中うち何日も打ってるとかではないから、あそうないじゃん、ないじゃん、だって機種がさ、台がさ、なんだなんだこれ、あーデフォルトです、文字もないんで天井の短縮というか浅いとこ選ばれてるかもわからん、今のはゲーム性を紹介するための ARP 今更、ね、やっぱ初めて見る方もいらっしゃるかもしれない、そうだね、確かに2枚目入りました、15、おぉ、いいね、さん早い、もうマリモさんを超えました、ひどい、こんな言い方ちょっと出ちゃいましたね、こんな言い方しないといいじゃん、マリモ超え達成です、あー来てる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 、見せてくれ俺に見せてくれ、超人気を、あと1回でいいですよね、あと1回、あと1回